はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。生涯ナチュラルトレーニーの健太店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ね、またサムネ用ですね。ちょっとマッチョに見えるアングルで最初こうやってそのサムネ用のポーズをして動画の本題に入るというね、最近のこれちょっとなんかお決まりのパターンになってきたんですけども、はい。でこの後動画の概要欄の宣伝に入るんですよね。はい、これがお決まりの最近の流れです。はい、ナチュラルボディビル研究所というねブログを運営しておりまして、その URL が動画の概要欄に、載ってますので、ぜひ、僕と同じナチュラル思考の方はチェックしていただけると嬉しいです。あとですね、過去のおすすめ動画もいっぱい載ってますんで、そちらも合わせてチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、今日の動画の本題に入っていきたいと思います。はい、今日のお話はですね、ちょっとまたドーピングとかそういう関係の話になってしまうんですけども、はい、僕らナチュラルトレーニーね、そのドーピングとかを一切しないでね、本当に自分の努力と工夫と、はい、それだけで勝負してるアスリートからすると、まあドーピングしてる連中はやっぱりカスなわけですよ。うん、ね、そりゃそうですよね。魔法の薬使って、勝利を手にするなんてもうアスリートじゃないですから、そんなもの。うん、僕はドーピングしてる人はアスリートじゃなくて、まあエンターテイナーだと思ってます。はい、もう一回でもドーピングした時点で、エンターテイナーですね。アスリートではなく、エンターテイメントの方の、まあ、部類の人間。うん、別にエンタメの人たちをバカにしてるわけじゃないんですけども、アスリートではないかなと、ドーピングしてしまったら。うん、そういうふうに思ってるんで、ちょっとね、僕の動画ではだいぶドーピングしてる人たちのことをこき下ろしますけども、はあ、ご容赦ください。で、今日の話はですね、別にボディービルに限った話じゃないんですけど、この前のね、なんだっけ、北京オリンピック、うん、北京オリンピックだっけ、今やってんのってなんだっけ、中国でやってますよね。なんだっけ、ピョンチャンだっけ、ごめんなさいね。あまりに興味なさすぎて、ちょっと忘れちゃった。でも、とにかく中国かなんかのオリンピックやってますよね。それでさ、この間なんだっけ、フィギュアスケートかな、ロシアじゃねえや、なんだっけ、ROC だっけ、でもロシアだよね。なんか全部曖昧でごめんなさいね。なんだっけ、名前が分かんなくなっちゃった。分かんねえや。なんか綺麗な若い女の子。はい、が、なんかドーピング問題で、なんかちょっといろいろ話題になったじゃないですか。はい、で、まあ、ちょろちょろっとね、その、オリンピック見てたんですけど、はい、なんか今回のそのオリンピックを見て、完全に見せたわけじゃないけど、そのいろいろちょっと見てて、思ったのが、もうね、なんか、オリンピックに興味完全に失っちゃったな。うん。今回のオリンピックで。うん。いや、運営してる国がどうとか、って言う人もいるんだけどね、今回はその運営が悪かったよとか言う人いるんだけど、俺そうじゃなくて、なんかもうね、うん、なんか国際大会とかもうそういうなんか大会と名を打つものに、なんかもうあんまり興味を感じなくなっちゃったね、スポーツ。うん、もちろんこれ真面目にやってるね、アスリートも本当にたくさんいるし、むしろそっちの方が多いと思うんで、そういう人たちをね、一緒になんか巻き込んで興味なくなっちゃったなっていうのは良くないと思うし、うん、そういうなんか選手たちまで興味なくなっちゃったって言ってるわけじゃないんだけども、なんかそのオリンピックっていうもの自体がなんかもう、なんかただの結局ね、なんかもうお金儲けの道具じゃないけど、なんかそういう風なものにしかね、感じられなくなっちゃった。だって注目選手だったらね、ドーピング疑惑があっても要は大会出場できちゃうわけでしょ。ねえ、なんかね、そういうことだよね。うん。はあ、うん、なんかもうそういうのが見え隠れすると、真面目にやっぱやってる選手は本当にかわいそうですよ。
で、なんかいろいろね、反則で棄権っていうか、なんつうの、失格になっちゃった選手とかもいて、であんまり競技、そういうなんかウィンタースポーツのルール詳しくないんだけども、何回かその失格になっちゃった人たちの映像はよく流れてたし、まあ、見たんだけど、なんかやっぱありいうのも、ちょっと大会のね、なんかそういうお金とかさ、あと政治的な部分がすごい見え隠れしちゃうじゃん。なんかそれがスポーツの世界になんか入り込んでくるのがすごく嫌なんですよね。真面目に僕はまあ一応そのナチュラルボディービルやってる身としては、まあ今全然絞ってないんで全然ダメダメですけど、やっぱそのスポーツに情熱をね燃やしてる身としては、なんかその汚い部分、汚い、なんていうのかな、そういう世界の、影響が及んでくるのがやっぱ許せないんですよね。で、昔までね、僕はだいぶ純粋だったんで、はい、オリンピック大好きでした。はあ、夜中まで見てたり、朝方までね、わざわざ見てたりとかもあったけど、なんか、なんだろうね、大人になってきてひねくれた見方しかできなくなってきちゃったのかな、わかんないんだけど、なんかやっぱ世の中のその大きな大会って、政治的な力とかお金の力とか、なんかね、どっかのその幹部たちの、はい、損得が見え隠れしてしまって、純粋に楽しめなくなっちゃったんですよね。まあ僕がやってるそのボディービル、まあ、自分は大会全然出てないんですけど、まあ35にね絞って出始めようなんてずっと思ってたんだけど、最近ねやっぱちょっとその普通にドーピングしてた人たちが、まあ、テレビに出ててもドーピングしてて、それがもう10年ぐらいね普通に大会に出ちゃってたとか、で意外とネットの声だとね、ドーピングしてる選手を応援する声もあったりとか、はい、なんかそんなん見てたら、なんかもう大会って一体何なんだろうなっていう風にちょっと悲しくなっちゃって、はい、だってドーピングしてる選手がもてはやされたり応援してますって言われるのってもうイカれてるじゃないですか、変な話。だってドーピングってそもそもの話、ドーピングって点点点っていう感じっすよ、普通に真面目にやってる人からしたらね。だけどそれがもうなんか別にいいんじゃねみたいにされちゃったら、なんか大会って結局何なのっていう、思うわけですよね。はい、でもなんかオリンピックも昔からドーピングってすごいね、いろいろあったけど、だけどなんか昔って結構俺そのマイノリティだと思ってたんですよ。ドーピングしてる連中がすごい本当一部で、ごく一部で、でめちゃめちゃにそいつらは叩かれても本当に永久追放されて叱るべきだっていうふうに思ってたんですよ。でみんなが同じ意見だと思ってたんだけど、意外と SNS が普及してきてから、ドーピングしてる連中の肩を持つまあ視聴者の層が一定数以上いるんだなってことが分かっちゃって、何なんだろうなスポーツってっていう、そう、なんか最近だからね、もうそういう大きい大会とかもう興味がねなくなってきちゃって、もうボディービルの最近大会とか順位とか結果も見なくなっちゃったもんね。昔はすごい好きで、そういろいろなんか調べたり見たりしてたんだけど、こんなになんかスポーツ界って黒いんだなってことが今更分かってね、人間名誉と金のためだったら本当いくらでも汚くなんな、だからなんかやだ、で今回のオリンピックはそれがすごいなんか、垣間見えちゃってね、でまあちょっともうねボディービル寄りの話になっちゃうんだけども、ボディービルってやっぱ異質なんですよ。でナチュラルでやってる、本当にナチュラルで頑張ってる人たちが、いやオリンピックの競技にしたいんすよっていう本当に情熱持ってやってる人もいるんだけど、多分無理だと思うわ俺、というのもなんか見てる層、見てる人たちの感覚がちょっとおかしい、
で、まあ、ちょっとこれは難しい。本当にちゃんとやってる人もいるし、だって俺だってね、ずっとそれで情熱注いでやってきたから、ナチュラルでいることが普通、だから当たり前だと思ってたからね。だけど、そうじゃないんだって思ってる人が多すぎるんだよ、ボディービルを取り巻く環境って。だ逆にオリンピック競技に俺にしちゃいけねえんじゃねえかなって思うよ、余計。だってなんかね、おかしいんだよね、ほんと。見てる人たちの意識のレベルがおかしいんだと思うんですよ。なんかドーピングむしろ普通だろみたいな、してない方がおかしいだろみたいな人が本当に一定数以上いるんですよ。価値観の違いですからみたいな、ボディービルとドーピングはなんか仕方ないことですからみたいな、いや、こっちは健康被害覚悟でやってるんで、みたいな。いや、そうじゃねえだろっていうね。で、これは、珍しく坂上さん、忍さんがですね、まあ、某情報番組で、もう珍しく的を得たことを言ってたんだけど、ボディービルじゃなくてオリンピックに対してなんだけど、まあ、やっぱりスポーツっていうのは、まあ、ドーピングってのは絶対あっちゃいけないと。というのも、ね、どんなにあれがあったとしても、フェア、同じ、ね、なんていうの、条件のもとで戦ってるっていう、それがまず前提であって、みんな、感情移入したり、頑張れっつって応援できる、そういうものですから、みたいな。まずドーピングしてない。で、これはもう大前提でみんな見てるわけですから、っていうことを言ってたんです。そういうニュアンスのことを言ってたんですよ。ああ、まあ、そりゃそうだよなと思う反面、なんでみんなボディービルにはこういう見方をしてくれないのかなっていう。だって、今回のオリンピックのスフィギュアのドーピング問題のことに関しては、ものすごいなんかね、議論が巻き起こったわけじゃないですか。で、ドーピング批判してる、なんかの選手がドーピング批判、今回のね、問題でドーピング批判したら、すごい賛同のコメントがめちゃめちゃ集まってたんですよ。見たんだけど。で、これがなんでボディービルでは起きないんだろうと思って。なんか、半分半分ぐらいで割れちゃうのかな。ドーピング擁護派と否定派。否定派っていうか当たり前なんだけどね。だってドーピングが OK な競技ってなんだよっていう、暗黙の了解で OK とされてる競技って、それは競技なのかっていうね。だけど、変な話さ、まあ、運営側とか、お偉いさんたちが推してる選手だったら、ドーピングしてても出れちゃうじゃん。実際出れちゃってるしね。だからなんかそれ考えると、本当にスポーツの大会って一体何なんだろうなっていう。だけど、本当今回のことで思ったのが、多分、参加者がもう、我々人間である以上、完全にドーピング防ぐのは絶対無理だなって思ったよ。やっぱ、一部の人間はね、金と名誉のためだったらね、いくらでも嘘つくからね。それを完全にシャットダウンじゃねえ、シャットアウトをするのはね、無理だね。本当に無理だと思う。ねえ、まあ今回問題、オリンピックで問題となった選手の国ではね、もう国を挙げてドーピングに取り組んじゃってるようなレベルですから、まあ、本当かどうか知らないよ。俺はその国のその研究機関にいたわけでもねえし、わかんないけども、まあ、そうだろうなっていう感じはするじゃないですか。ドーピングした選手めちゃくちゃ守るしね。だからもうね、やっぱ国も違えば感覚も違うし、同じ日本でもドーピング別にいいじゃんっていう連中も一定数以上いるし、やっぱ人間って本当価値観がまるっきり違うんで、人が違えば。なんかもう大会って本当にクリーンに運営するのって多分至難の業だなって思った。本当に悲しいけどね。いくら価値観が違えど、やっぱりスポーツってのは同じ条件でね、フェアに戦わないと、もう何が何だか分かんないじゃん、だって。
やっぱ遺伝子の違いはねあるの、やっぱ才能も違うし、そういうのはあるけど、そこにやっぱりその薬の恩恵を許してしまうっていうのはちょっとまた全然違うと思いますよ。うん、ね、才能があるんだからそもそもフェアじゃねえだろうとか始まるやついるけど、それとねドーピングは全然別問題よ、はあ、って思ったね。だからなんか本当今回のオリンピックでね、もうなんか世の中のスポーツの大会という大会に興味を失いかけてます今、はい、だけど僕はボディビルやっぱ好きだし、スポーツもすごい好きだし、格闘技も好きだし、真面目にやってる人たちは本当にかっこいいですからね、はい、だからスポーツ自体が嫌いになるわけじゃないけど、なんか大会っていうのはなんかもう本当に、うん、なんか政治とかお金とかのそういうところがちょっと見えちゃって嫌だなって、うん、思います。はい、まあ一応僕は SNS で自分の努力と自分のまあここまで頑張ったよっていうのを発信して、あとはもう本当自分との戦いなんで、うん、別に大会でそれを披露する必要もないかなって最近本当に思い始めましたね。まあ、できればやっぱちょっと名誉とね、歓声は欲しいけど、はあ、なんか違う気がしてきた、はあ、自分にかつ自分の満足な体型を得る、もうここに全て集中させるしかないな意識を、はあ、じゃないと楽しくなくなっちゃう、うん、っていうふうに思いました。はい、というわけでちょっとなんとなくオリンピック見ててだいぶモヤモヤしたんで、はい、ちょっと動画にしてみましたけど、ボディービルもね、ドーピングした選手がめちゃめちゃ叩かれるような競技になってほしいよ、本当に。はい、ということで、ケンタ店長でした。はい、さよなら。